片尾波部屋は、日本相撲協会所属で、二所の関一門の相撲部屋。1961年1月場所限りで現役を引退し、以降は、二所の関部屋の部屋付き親方となっていた年より、12代片尾波が19人の、うちで死を集め、同年5月に二所の関部屋から、分家独立する形で片尾波部屋を創設した。ただし、 当時の二所の関部屋の師匠である八代二所の関が、前頭、玉京や玉、嵐、幕下、玉野島などの十二代片尾波のうち弟子である、力士たちの片尾波部屋への遺跡に関しては一年、待ってほしいと主張したため、とりあえず十二代片尾波のうち弟子の遺跡は、保留されたままでの分家独立となった。しかし、それから一年が経過しても十二代片尾波のうち、 弟子たちの片尾並部屋への遺跡は実現せず、豪を煮やした十二代片尾並は、1962年5月場所前に玉京改め進化は、玉嵐、玉の塔たちの遺跡届を日本相撲協会へ提出した。それに対抗して、八代二所の席は、この遺跡を脱走とみなし、遺跡届を出された力士十九人中で青年に達していた者たちの、 廃業届を日本相撲協会へ提出し、8代、二所の関と12代方おなみの対立は、さらに深まった。1962年5月場所が始まっても、廃業届を提出された力士たちは、本場所に出場できないため、二所の関部屋の先代の師匠である7代二所の関が、仲裁に入り、8代二所の関が、日本相撲協会へ提出した廃業届の取り下げと、 幕下以下の力士の翌、7月場所からの遺跡を認めることで8代2所の席と12代片尾波の両者は合意した。しかし、廃業届を出された力士たちは番付を10枚も、落とされた上に不出場期間は、休場扱いとされてしまい、ほどなくして新川は廃業し、玉嵐の片尾波部屋への遺跡は、翌1963年にまで持ち越されてしまった。 正式に玉嵐らの遺跡が認められて、以降、12代片尾波は、玉のを横綱にまで育て上げ、1971年10月に、玉の海が急成した後も咳分け、玉の富士や小結、玉輝山、小結、玉龍などの咳取りを育て上げた。12代片尾波は、自身の定年退職を目前に控えた1987年9月に、成去し、 それに伴い、片尾波部屋の部屋付き親方である11代、港川が13代片尾波を襲名して、片尾波部屋を継承した。13代片尾波は、関脇、玉、春日や、関脇、玉の塔などといった関取りを育て上げた。その後、2010年2月に片尾波部屋の部屋付き親方である15代立山が13代片尾波と、 名跡交換する形で14代片尾波を襲名して片尾波部屋の師匠に就任し、13代片尾波は16代盾山を襲名して片尾波部屋の部屋付き親方となった。現在は所属力士が5人というごく小規模な部屋となっている。2019年1月場所において玉橋が幕内最高優勝を果たし、 同部屋では1971年7月場所の玉の海以来48年ぶりとなる優勝力士が誕生した。2020年7月13日には15代中川による弟子への暴力事件で閉鎖された中川部屋から幕下朝日総天と呼び出し一人を受け入れた。部屋創設以降、所属力士の四個名には12代方お波の現役時代の四個名から取った。 玉という一字をつけるのが伝統とされている。歴史上初めて確認できる片尾波部屋は1846年に引退した雷部屋の重量4、温海学光介が起こしたものである。この片尾波部屋は1台で消滅した後、1880年代に玉垣部屋に所属する中の席が2枚観察で6台片尾波を襲名して片尾波部屋を再考したが、7台片尾波の 第に入ってから片尾波部屋は再び閉鎖された。1939年に八大片尾波が花籠部屋から分岐独立する形で片尾波部屋を再興したものの、1942年に片尾波部屋は再び花籠部屋に吸収された。片尾波部屋が閉鎖された後に幕内に昇進した力士に藤田山がいた。 六代七代片尾波による片尾並部屋と八代片尾波による片尾並部屋には系統的つながりはない。ABC ベースボールマガジン社大相撲名門列伝シリーズ二所の関部屋 P10 から11当初、八代二所の関はこの四人については片尾並部屋への移籍まで2年間待つように主張していた。八代二所の関は1964年に実施される。 日本相撲協会理事長選挙への出馬を目指しており、当時は現役の関取が理事長選挙の投票権を持っていたため、2年後の理事長選挙に備えて、関取2人に加えて、それまでに関取になっているだろう、幕下力士2人の、計4票を確保しておきたかったと言われている。AB、大相撲ジャーナル2018年3月号、P63。 不適切指導の中川親方は2階級降格。ヘア閉鎖も発表日刊スポーツ2020年7月13日。2020年7月13日閲覧。ありがとうございます。